皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。今回は伊予の国、つまり今の愛媛県の大名、河野氏について紹介するわ。よろしくお願いするぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。まずは、河野氏の出自についてね。河野氏の出自は少し珍しく、源平統吉のようないわゆる、大姓、ではなく、大和政権時代からの伊予の豪族である、沖篠出であるのよ。確かにあんまり聞かない名字だな。沖氏は元は物の部氏、もしくは第7代、皇霊天皇の子孫とされており、大和政権期に伊予の国北部に置かれた、沖の国、の国の宮津湖に任じられたのが沖氏の始まりというわね。国の宮津湖というのは、当時の地方官のことだったな。飛鳥時代になって国の宮津湖制が廃止されると、地方統治には代わって、郡、が設置され、飛鳥時代末期には沖の玉置という人物が、軍事の長官である、大領、となっているわ。そして玉置の弟である沖の玉澄が伊予の国風早郡川の郷に移り住んで、河野氏の祖になったのよ。本官の読みは、川の、なんだな。だから本来は、川の、が正しい読みなんでしょうけど、ここでは便宜上、河野、で統一するわね。伊達氏の時と同じだな。その後、平安時代中期に沖郡の王領氏に河野義方という人物がおり、城平、天領の乱の際に300艘の軍船を率いて活躍しているわ。源平合戦の際には、西国では平家の勢力が強かったにもかかわらず源頼朝にこうして河野道清が高輪山城、松山市、によって挙兵し、道清は平家方との戦いで討ち死にするけど、その子の河野道信が源義経に従い、壇の浦の戦いなどで水軍を率いて戦ったのよ。城平、天領の乱の時もそうだったし、強い水軍を持っていたんだろうな。しかし、後鳥羽上皇と鎌倉幕府の執権、北条義時が争った承久の乱では、道信と嫡男、道政は上皇側につき、別の子の道久は幕府側につき、父子兄弟が二つに分かれて戦うことになったわ。この理由としては、道政は上皇に仕える、最面の武士、であったのに対し、道久の生母は北条時政の娘であり、北条義時は叔父にあたる存在だったのよ。この乱によって道信は奥州流罪、道政は斬首となり、河野氏の家督は道久が継いだけど、所領を多く失ったわ。また道信の他の子には河野道広という人物がおり、この道広の子が、自習の開祖、一辺承人なのよ。自習というのは、阿弥陀様への信心に関わらず、念仏さえ唱えれば極楽に行けるって教えの宗派だな。さてこの道久の孫が、河野氏中高の祖と言われる、河野道有よ。河野道有は元寇の際に活躍してその勲功として失われた丘陵を回復し、河野氏の名声を大いに高めた人物であるわ。元寇の際に戦ったのはほとんど九州の武士たちであったけど、道有は水軍を率いて九州に渡海して戦い、公安の駅の際は石追事が築かれたわけだけど、河野道有は追事の前の海に出て戦うという勇猛さを見せ、河野の後ろ追事、と称されたというわね。そして戦いの際は負傷しながらももうこの船に乗り移って、多くの士気を上げ、敵の指揮官も一人生け捕りにしたそうよ。蒙古襲来へ言葉、にも、竹崎末永が負傷した道有をお見舞いしている様子が描かれているわね。また、蒙古襲来へ言葉、によれば、河野氏には一度戦が始まると、落着するまでは烏帽子をつけないという風習があったそうよ。怪我をしても一生懸命に活躍したんだな。それなら恩賞で給料を返されるのも納得なんだぜ。恩賞として伊予の国山崎賞、伊予市、のほか、肥前の国神崎賞、佐賀県神崎市、ももらったようね。ところが道有の息子、道盛の代には五代醐天皇が幕府を倒した、元寇の乱、が起こり、道盛は幕府方だったため所領を没収されたわ。一方で河野氏の一族である徳能氏や土井氏、忽那氏、法理氏などは五代醐天皇側で戦っており、兼務政権は代わりに徳能道綱を河野氏の総領としているのよ。そのため兼務政権から足利高氏が離反すると、道盛は所領回復のために高氏に従い、道盛と徳能氏ら河野氏分家の対立関係は、そのまま北朝と南朝の争いにスライドしていくわ。敵の敵は味方理論なんだな。北朝の下では、道盛は対馬の神に叙任されており、室町幕府からは伊予守護職に任じられているわね。この伊予守護職部人は、当時室町幕府の内紛である、漢王の上乱、が起こっており、河野氏を味方に引き入れる意図があったとされているのよ。
内乱の終結後は、伊予守護職は慶長家の細川頼之に渡されているわ。また、中央の政争に敗れた頼之のいとこ、細川清雄寺が南朝側に寝返り、細川氏の基盤である阿波、讃岐に下った際には、再び道盛は伊予守護に任じられると同時に、清雄寺政党に加わるよう要請されているわね。道盛の伊予守護就任は、中央の事情に左右されていたんだな。しかし、道盛はこの要請に非協力的な態度をとり、政党に参陣しなかったわ。これは、細川氏が四国で勢力を広げることを、嫌ったためだとされているわね。そのため清雄寺の政党を、上智3年、1364年、に細川頼之は今度は河野氏討伐の軍を起こし、家督を譲られていた道盛の子、道友は城を攻められ自害、道盛自身もその直後に病死し、道盛の孫、道直は南朝側である徳之氏を捨てにして南朝側に走り、九州に逃れたのよ。ほぼ完全に伊予を失ってしまったわけだ。道直はその後、太宰府にいた清政将軍の宮、金吉親王の助力を得て再び伊予に上陸し、河野氏再興を図ったわ。そして伊予の細川方の城を次々と落としていき、南朝の後村上天皇の王子、吉成親王も伊予に上陸しているのよ。南朝側は伊予を重視していたのかな。金吉親王が瀬戸内海を渡って上洛するために、伊予水軍の力に期待していたと言われているわね。しかし南朝の勢力はどんどん劣勢になっていき、およそ10年後の天寿5年、1379年に、幕府内で今度は細川頼之が失脚すると、道直は再び北朝側に戻り、伊予守護職に任命されて頼之討伐を命じられるのだけれど、その戦いで討ち死にし、33歳という若さで世を去ったのよ。道直は南北朝の間を行き来しているけど、一貫して細川頼之と戦っているわね。河野氏からしたら、あくまで伊予を取り戻すための戦いだからな。同じような感じで戦ってた武士たちは南朝側にも北朝側にも、かなりいただろうぜ。道直の討ち死にによって頼之討伐は中止となり、その後、頼之は赦免されているわ。道直の子、河野道義もこれを機に頼之とは和睦しているのよ。そして道義も伊予守護となり、以降の守護職は河野氏が世襲していくことになるわ。また道義は、伊予の神にも任じられているわね。こうして河野氏は伊予での勢力を確立したけど、道義は急な病に倒れ、25歳で没してしまうわ。また当主が若死にするのか。この時、道義の妻は懐妊していたけどまだ生まれるのは先のことであり、道義は弟の道行に家督を譲り、もし生まれてくる子供が男子だった場合は家督を渡すように遺言してから亡くなったのよ。そして生まれた来た子供は男子だったため、その子が元服すると道行は家督を渡して隠居したわ。この人物が、河野道久であるわね。道久ってさっきも同じ名前が出てきたよな。ええ、道久は最初は将軍、足利義持から返記を受けて、持道、という名前だったけど、義持の死後に改名したのよ。他にも河野氏では、先祖の意味名を名乗るということが結構多いわね。ちなみにこの家督継承に道行の子である道元は反発し、河野氏家中で対立していくことになるわ。道元の系統は、義受家と呼ばれる有力分家となり、総領家との争いが続くのよ。細川氏との戦いの次は内紛か、戦いが止むことがないな。両者の争いは畠山氏と細川氏の関連家同士の干渉を受け、さらに大明交易利権で争う細川氏や大内氏の干渉も受け、長期間にわたって続くことになるわね。河野氏の内部争いは、中央の政争の影響も受けていたのか。そして道久のこの乗り道の時、応仁元年、1467年、に戦国時代の始まりと言われる、応仁の乱、が起こったわ。この時、乗り道と対立していた義受家の河野道春は西軍の大内政広の上洛に従っているわね。この代でも総領家と義受家の争いは続いており、畠山氏が官令在任時には乗り道が、細川氏が官令在任時には道春が守護に部任されることが繰り返され、最終的には道春が守護の座についたけど、隣接する阿波細川氏との対立の結果、細川氏と道春の関係が悪化して、一転して道春は細川氏から攻撃を受けることになり、その討伐を命じられた中に周防の大内氏もいたのだけれど、大内氏は細川氏との対立から道春支持に回っているのよ。そのため、道春は大内政広と共に西軍方として行動したと考えられているわね。なんだかややこしいな。一方で、総領家の乗り道の動向はよくわかっておらず、最初は西軍に属していたけど、途中からは東軍に移ったと考えられているわ。
これも義受家との対立や、伊予守護職をめぐるやりとりが関係していたのでしょうね。そして応仁の乱後、僧侶家と義受家との対立は最終的には範通が勝利を収め、伊予守護職は細川政元のものとされたけど、伊予の国内では守護領がする勢力となったのよ。この理由として、応仁の乱における中央の権威の低下や、守護に命じられていた在京の義務が無視されるようになったからなのよ。そういえば、室町時代は各守護は京都にいなくちゃならないってのがあったな。もともと、伊予の国内には守護の勢力が及ばない地域が広く存在しており、東予地方の馬軍は細川下野の上家によって、新軍は同じく細川備中守護家によってそれぞれ治療されていたわ。また南予地方の北軍を宇都宮氏が、上軍を西園寺氏が、治療していたと見られるわね。河野氏や細川氏以外にも勢力があったんだな。河野氏は主に湯月城、松山氏を中心に、中予地方や今治氏を治療していたわ。けれども、野島、来島、因島といった瀬戸内海の海賊衆村上氏一族や、森山、大野、時、和田、平岡、重見氏といった道後平や南側の山形領主らがしばしば自律的な動きをしたため、河野氏による伊予の支配は、限定的で不安定なものであったと言わなければならないわね。治療している範囲の統治も確実にできていたわけじゃなかったのか。また則道が湯月城において死去した後、その子の河野道信が家督を継承したけど、義受家の河野道敦はそれに対抗して、事業安堵や所領給付を行っているのよ。あと、同じ名前が出てきてややこしいので、これからは、行部の大夫道信、と官名をつけて呼ぶわよ。まだ義受家との対立もくすぶってたのか。一応、16世紀前半頃から領家間の対立よりも、文国内の領主たちの自律的な動向が目立つようになるわ。義受家については、永正4年、1507年、に戦いが再燃し、それによって道敦は行部の大夫道信に圧倒され、永正16年、1519年、に家督を継承した行部の大夫道信の子、壇上消失道直の頃には衰退していったようね。道直か、また同じ名前が出てきたな。そして、大永3年、1523年、には、高取山城、今治市、の正岡紀伊の神が反乱を起こし、享禄3年、1530年、には石井山城の茂み道種が反乱を起こす、といった感じで、領主層の自立化が少しずつ現れてくるのよ。この鎮圧には、大堀三島氏が活躍したようね。なんだか珍しい名字だな。大堀三島氏は伊予の国一の宮である、大山積神社の神職を務める家柄で、河野氏と同じ、お知性であるのよ。そのため河野氏と関係が深く、戦国時代は水軍を率いて河野氏と共にたびたび戦っているわ。茂見氏はその後、周防の国の大内氏のもとに身を寄せているわね。反乱を起こして大内氏のところに逃げたってことは、河野氏と大内氏の仲は良くなかったんだろうか。実際、応仁の乱で則道が東軍に転じて以来、大内氏との関係は良好ではなかったようで、大内氏が文後の大友氏と争った天文元年、1532年、には、壇上消失道直は宇都宮氏や野島村上氏らと共に、大友氏による大内氏への包囲網に参加しているのよ。そして大友氏が大内氏と和睦した後も、河野氏は大内氏との対立関係を解消せず、その結果起こったのが、河野氏天文の内向、よ。天文の内向って確か、里見氏や伊達氏の時にもあったよな。この内向は、大内氏と敵対路線を続ける道直派と、和睦を結ぼうとする嫡男の春道派の争いよ。やっぱり親子間で争うのか。春道の、晴れ、の字は足利義晴からの偏記であり、道直が壇上消失に任官した際に、与えられているのよ。また親子間の対立というよりは、この内向は河野氏家中の争いという面が強く、大内氏との和睦派が嫡男である春道を担ぎ上げた形だったようね。この間の天文9年、1540年、には、大内氏家母衆が忽那島を占拠し、翌10年には他の伊予島諸部も攻撃を受け、さらにこの時期以降、野島村上氏や浮穴郡の大野氏など、伊予の国内で大内型として活動する領主たちの動きが顕在化しているわね。まさに内憂外患だな。この、天文の内向、については、具体的な経緯については資料ごとに内容がバラバラで諸説あるけど、一旦当主の座についた春道が天文12年に死去し、再び道直が当主に復帰しているわ。道直はこの内向が起こった際、室町幕府に仲裁を依頼しており、
足利義晴は大友氏に両者の仲立ちをするように命じ、道直にも状況を説明させるために上洛させているのよ。ところが、道直が上洛した翌月に春道は死去したため、和睦が成立して道直は湯月城に戻ったわ。結局、春道が亡くなって内向は収束したわけだ。この乱の背景には、河野氏中枢で台頭した来島村上氏の村上道康が大内氏に敵対する道直を支持したのに対し、旧来の河野氏家臣団が春道を支持するという、河野氏内部の対立があったとも推測されているわね。そして、この内向が収束した後も道直による支配は安定せず、天文13年には大野俊直が反乱を起こし、平岡房実、和田道則らの反撃によってかろうじて撃退しているわね。この後は義を成立させて、天文16年に大内氏との戦いは収束したけど、天文22年、1553年に、道直と春道の弟である左京太夫道信が対立して内紛が再燃したわ。また親子間で争うのか。さらに翌年にかけて大野俊直と和田道興が反乱を起こして、平岡房実、ね、村上道康が鎮圧するといった感じで、河野氏分国における混乱は、道信が家督を継承してひとまず収まったけど、河野氏当主の求心力はさらに後退していったわ。内乱が続いて国内がグダグダだもんな。また父、道直と対立した際、道信を支持した村上道康と平岡房実が、病弱な道信を支えていくという体制になったわ。そして中国地方では大内氏が滅亡し、新たに秋の毛利氏が台頭するのだけれど、道直が幕府や京都との関係を重視したのと違い、左京太夫道信は毛利氏との関係を重視したわ。道信は毛利氏の一門衆である、宍戸高家の娘を妻に迎えているわね。毛利氏は大内氏と同様に北九州に進出を図り、大友氏と対立していったわ。そして毛利氏が大内氏を滅ぼした厳島合戦には村上道康も参戦しており、河野氏は毛利氏と結びついていったのよ。そのため河野氏は大友氏と連携する土佐一条氏の攻撃を受け、危機に立たされることになるわ。毛利氏が台頭したことで、新たな対立軸が生まれてきたんだな。一条氏は宇都宮氏や西園寺氏を味方に引き込み、河野氏と小競り合いを繰り返していくわ。A60 年、1567年、9月には来島氏、平岡氏の軍勢が上郡立間、宇和島氏、まで乱入し、宇都宮領との境目にあたる戸坂峠、西予氏、西郎を築き、これに対し、一条氏配下の角正勝率いる、畑衆、が伊予に出陣して、戸坂城を攻撃したわ。そして、左京太夫道信は毛利氏に救援を求めたのよ。こうして A61 年3月には小早川隆景配下の野見宗勝が伊予に派遣されて戸坂城を救援し、翌4月には吉川元春、小早川隆景率いる2万5千の軍勢が伊予に上陸して、宇都宮氏を降伏させたのよ。かなりの大軍なんだぜ。この大規模な援軍には、毛利氏が北九州での戦いを進める上で、来島氏ら伊予水軍の力が必要だと考えていたためとされるわね。またこの戦いの後、実子のいなかった道信は後継者に、来島道康と小早川隆景の養女の間に生まれた子をつけることになったわ。助けてもらったのはいいけど、毛利氏の風下に立つことになっちゃったのか。この子が、河野氏最後の当主となる、四郎道直よ。これで道直は4人目だな。ついでに、毛利氏の援軍に敗れた土佐一条氏は伊予での影響力を失ったのみならず、土佐での威信も低下させ、台頭してきた長宗我部氏の攻勢を受けることになったわ。戦国時代で四国といえば長宗我部だよな。一方で四郎道直が家督を継承した時はまだ5歳であり、これに前後して村上道康、父の道信、平岡房実、ね、祖父の壇上昇筆道直が相次いで亡くなり、河野氏は非常に不安定な状況になってしまうのよ。家を支えていた人たちが相次いで亡くなったわけか。さてこれから、河野氏は長宗我部氏と戦っていくことになるわ。南予地方では、長宗我部元親重臣の久武親信を担当者に据え、天正5年、1577年、頃から伊予への軍事活動を開始したわ。親信が大森城、宇和島氏、野土井清義氏の反撃を受けて戦死するなど、長宗我部氏の伊予侵攻は順調には進まなかったようね。東予地方では、金子城、新居浜氏、の金子元家、高峠城、西条氏、の石川道清、川之江城の面取友春らが長宗我部氏に寝返っているわ。長宗我部氏は二方向から伊予に侵攻したんだな。この頃の伊予の情勢は、植法政権、毛利氏、長宗我部氏の影響に左右されることになるわね。
もちろん河野氏は毛利氏の影響を強く受けてるわけだけど、長宗我部氏は最初、織田信長と同盟しており、織田氏が対立していた毛利氏とも間接的に敵対関係であったわ。ところが織田氏と長宗我部氏が手切れになったことで、長宗我部元親は毛利氏との融和に舵を切り、伊予への攻勢も消極的になるわね。小早川隆景も金子元家を通して、河野氏と長宗我部氏の和睦、そして毛利氏と長宗我部氏の連携を結ぼうとしているのよ。また天正10年、1582年、には来島村上氏の当主、道房が織田家中で中国方面を担当していた橋場秀吉に内通し、河野氏は毛利氏や野島村上氏と共に道房を攻撃したわ。道房は橋場秀吉の元に亡命しているわね。しかし毛利氏は本能寺の変を、豊臣政権と良好な関係に努めたことで、今度は長宗我部氏と毛利氏が手切れになったのよ。目まぐるしく状況が変わっていくな。一方で、長宗我部元親も豊臣政権に接触して一度は和睦成立目前まで行ったけど、毛利輝元が横槍を挟んで四国出兵が決まったようね。なんで毛利氏が絡んでくるんだ？橋場秀吉と毛利氏の和睦、いわゆる、中国国部、によって中国地方東部で毛利氏に従った領主たちは所領を失ったわ。そのため輝元は彼らに与える土地を用意する必要があり、秀吉も長宗我部氏との和睦より毛利氏との関係を優先させたのよ。その結果、豊臣政権が阿波と讃岐を、毛利氏が伊予と土佐を、それぞれ分岐するという話であったようね。河野氏はどうなるんだ？この頃、城尾道直が何をしていたのかは資料が少なく、よくわかっていないわ。しかし、豊臣秀吉の四国征伐の際には河野氏は小早川隆景から攻撃を受けており、さっき話した豊臣政権と長宗我部氏の和睦の際には長宗我部元親から豊臣秀吉に対して、阿波と讃岐を渡す代わりに土佐と伊予を安堵してほしい、といった旨の内容があり、少なくとも、長宗我部氏と積極的に敵対している、というわけではなかったようね。実際に四国征伐が行われた際は身体の意見が家中でまとまらず、湯月城に籠城して、戦わずに降伏しているのよ。やっぱり先代の道の部や重臣たちを、短い間に亡くしたことが大きかったんだろうな。その後、四国国分け、が行われたわ。阿波と讃岐はそれぞれ豊臣政権の八須賀家政と仙石秀久に与えられ、土佐は長宗我部元親に安堵され、伊予は小早川隆景に与えられることになったのよ。これによって、大名としての河野氏は滅亡したわ。道直は小早川氏の領地である秋の国竹原に移され同地で病死したけど、河野氏の家父では自害となっているわね。その後、河野氏の旧臣たちは小早川氏の家臣となり、道後部領民衆、として伊予の統治に参画したわ。また村上道康が伊予に帰国し、風早軍に1万4千石を与えられているのよ。滅亡後の河野氏の勢力は、毛利氏に吸収されていったんだな。というところで、今回の話はここまでにするわ。次回もまた見てほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。